はい、格闘ニュースゾウの雑博です。今回は週刊ニュースベスト5についてです。早速第5位ですが、ライジン32衝撃事実発覚です。これはライジン32沖縄大会についてですが、メインを山本4人の団員なミュー VS 引退したくてしょうがない五流芸能人レーナ選手がメインカードを務める沖縄大会についてです。なんと前代未聞なのですが、ライジン32ですが、個人的には1試合も見たい試合がありません。なかなか厳しい状況です。もちろんペーパービュー5000円を払って見ることは決定していますが、ライジンへのお布施のつもりで買います。スマホでライジン32を見ながら iPad Pro で K1 のクラッシュ、おっぱいのない菅原美宇ちゃん VS 同じくおっぱいのない美宇ちゃんのタイトルマッチを見ようと思っています。ただ唯一救いなのが、我らのファン0人説ファイター越智晴生チャンネルが出場することです。毎回応援行動を迷うのですが、今回は越智晴生チャンネル一択です。皆さんもよろしければ越智晴生チャンネルで応援行動でご購入ください。来年開催されると言われているフランキューグランプリの台風の目に越智晴生チャンネルは絶対になりません。次のニュースです。ディープ王者迷惑系 YouTuber に転身です。これはディープ王者強いは黒いの武田浩二選手が迷惑系 YouTuber デビューしたとのことです。男優を志望しているチョコボール武田はその子として迷惑系 YouTuber となり有名になる糸口を探しているようです。どのような迷惑かというと、今回は渋谷の喫煙所まで行き、渋谷の喫煙所に集まって、少し喫煙所から溢れ出た若者たちをこわもてで中に入って吸ってくださいと注意していました。これが歌舞伎町の路上などで怖いお兄ちゃんに路上喫煙を注意するのだったらわかるのですが、可愛い若者の街渋谷で喫煙所から少し漏れた、ちょっとだけ漏れただけの若者に対してこわもてのチョコボール武田が注意していました。しかも自身はマスクをするのではなく鼻マスクした状態で注意するなど、迷惑系 YouTuber の見本となるような行為でした。今後はリングネームをおそらくチョコボールヘズマにして戦うのではないでしょうか。次のニュースです。第3位は朝倉未来 UFC 王者と差しかないです。朝倉未来選手は以前のインタビューで、元 UFC 王者マックス・ホロウェイ選手と差がないと言っていました。で、今日の朝に UFC があり、マックス・ホロウェイ VS ヤイール・ロドリゲスの激闘が繰り広げました。本当に素晴らしい戦いでした。マックス・ホロウェイはボクサータイプなので、ヤイール・ロドリゲスが顔キックを狙っていきました。そこで何発もマックス・ホロウェイは戻っていたのですが、スイッチを使ったり、またテイクダウンを使ったりすることでしのぎながら戦ってきました。それでも少し場面を変えたいので、テイクダウンに行ったり、ヤイール・ロドリゲスがダッキングやブロッキングで防御していたのを見据え、ボディへの膝、そして顔面への膝を組み合わせ、オールラウンダーぶりを見せつけ、5ラウンド圧巻の判定勝ちでした。本当に史上最高峰の試合を見せてもらいました。一方、朝倉のミックも負けていません。来週、後藤真希選手の弟、後藤祐樹容疑者選手と戦い、元アイドルで素人の後藤祐樹容疑者をボコボコにし、おそらく UFC 参戦を表明するでしょう。 YouTube 登録者数でUFC 参戦を表明する唯一無二の恥ずかしい存在となることは間違いありません。乞うご期待です。次のニュースです。金原まさのり、クレベル、そして斉藤豊に喧嘩を売るです。これは大沢健二さんとのコラボ動画での一面です。斉藤豊選手に対し、全然勝てると思いますよ、そして誰も戦いたがらないクレベルに対し試合がしたいと喧嘩を売っていました。しかも天才脇役芦田ちゃんの試合を見る限り、金原選手の技術は劣っていなく、斉藤豊戦、クレベル戦でも検討できるのではないでしょうか。今後のフェザー級戦線が見たい一戦となりました。次のニュースです。オギチャンネル快挙達成です。こちらは今週の第1位です。オギチャンネルは以前にスポンサーしてもらっている企業に、オギチャンネルデーツという奇妙な物体を売っていました。巨人の鼻くそのようなものをドライフルーツのような形で食べるみたいです。前回利益度外視の値段で400個売ったところ、今回また1000円で1000個売るそうです。そしてなんと、あの
ファン0人ファイター小木チャンネルですが、抽選で3名様にサインを抽選で当たるそうです。おそらくメルカリで30円で売られるでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。